それでは皆さんこんにちは。こんにちは。ただいまの時刻5時9分。はい。今日は久しぶりの車中泊になるんですけど、今ね、アイラの方に向かってるんです。はい。で、その道中になんか美味しいものあったら買っていこうっていうことで、今ちょっとセブンに寄って、この辺近辺でいいとこないかなって探してたんですね。で、まあ一ついいところがあって、今からとりあえずそこに向かうんですけど、その鳥の美山さんっていうところに鳥刺しがあるんで、それを買って、その後に桜をライトアップしてるところがあって、そこを見に行こうっていうことになってます。はい。でまあ、それで、でまあ、さっきの桜の話なんだけど、湧水町 の、あの JR 山の線の線路跡およそ240メートルに、あの桜が植えられてて、それがライトアップされてるので、で地元住民が去年から始めたもので、まあ、ライトアップされてんだけど、あの田んぼが手前にあって、でそれの水面に映し出された、そのライトアップされた桜がめちゃめちゃ幻想的らしい。そうなんだ。なんか、あの、まあ、言えば上と下と反射して見えるものから、じゃあ今から出て鳥の三山さんに行って買って、そこに向かうまでがちょうどいいぐらいかもね、1時間ぐらい。そうだね。まあ、ただ、4月9日までの毎日午後7時から10時までライトアップされるみたいなんだけど。そうなんだ。だから今日がもう2日だからさ、まあ動画をいつ上げるかもわかんないんだけど。だから、今日見たらさ、インスタ上げてさ、まあ明日にでも上げたらいいかもね。あ、そうだね。綺麗だったって言ってさ。じゃないと動画で気づいて、でさ、あ、やっぱり行きたいっていう方がいらっしゃってもさ、行けないじゃん。もう多分終わってる。そうそうそう。もう4月9日までには上げられないから。まあ、俺ら編集めっちゃ時間かかるから。そう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 。のんびりとやってますからね。じゃあ今からね、ちょっと三山さんに向かってからそこの桜を見に行こうと思います。そう。その許されるのであれば、ライトアップされているところでちょっとまあご飯食べれたらいいなと思うんだけど、まあそれ行ってみないとわかんない。場所的にそういう場所じゃないっぽいわけ。ああ、だろうね。もうそれしちゃうとさ、だってずっと居座るじゃん。そうそうそう。そうだよね。だから、民家はあるんでしょ。それはご迷惑だよね。まあ行ってみよう。行ってみないとわかんないよ。とりあえず鳥刺し行こう。鳥刺し行ってきます。じゃあナビします。あ、あったあった、三山本舗。あ、三山本舗ってあるよね。もうどんどんほら、お客さんも来るよ。ね、ポテトが売ってない。めっちゃうまそう。ポテトめっちゃうまそう。まずして。めっちゃ美味しそう。あ、ポテト頼んでくれたの。なんだよ、だって食べたいって言ったじゃん。何が美味しそう。え、もう全部美味しそう。で900円。これで3人分。まあ言えば3人分ぐらいはあるっていう計算なのかな。うちで言うと1人分だよ。そうなん。あと炭火焼き。ああ、なるほどね。ちょっと食べてみたくて。いいね、楽しみができたね。楽しみができちゃった、嬉しい。でさ、これ頼んでる時に思ったんだけど、私さ、めっちゃ久々じゃん。で、いろいろ準備したんだけど、米忘れた。あ、米。なるほどね。お米は買わなきゃいけない。じゃあ、いいよ。はい、オーライ。一般道。やっぱり1時間かかるよ。でしょ、一般の山越えですわ。で、高速だったら早いんだって。どうする。いや、下道で行く。だってもう時間もまだあるし、心の充電も忘れずに。だって、なんでそんなおしゃれなこと言ってんの。誰。え、買いちゃったでしょ誰ってトロマンスでこれこして取ればいいじゃん、さっきみたいな。いや、もういいよ。すごい旅館、本当旅館街ここら辺。すごいね。めっちゃいいじゃん。え、そんな温泉出るのここら辺って。すごいね、ここら辺、ほんと。わー、すごいここ。鹿児島
当だよ。線路があるもん。湧水町入りました。6時48分になりました。目的地までがあと何分ぐらい？あと6分。あと6分。仙台側。うわぁ。お、広。でっかいじゃん。ここ。あ、道路沿いなんだ。ほら、みんな見て。あ、ほんとだ。めっちゃいるじゃん。ちゅうか、カメラ構えてる人もいるよ。わ、すごいね。うわ、カメラ構えてる。よし、とりあえず急ごう。やばいやばい。あと5分で。カメラセッティングしてって間に合わないよ。4、3、2、1。ピッピ。つかない。人の多さも見てくるか。めっちゃ綺麗じゃん。うわ、すごくいいね。このさ、水面の反射が綺麗だよ。ここの人さ、田植えしづらいよね。田植えしたら反射しねえじゃんみたいな。はい、湧水町ゆっくりランドに着きました。これからですね、温泉に入ってくるんですけど、はい、今日はここでは車中泊はしない。うん、ちょっとあの公園に移動しようかな。うん、じゃあとりあえず一旦お風呂入ってきます。はい。西来橋、反対側には駅があります。トイレもついてて、駅があるのかな。透明度がやばい。え、本当。うわ、あ、すごい、本当魚が見えるね。え、結構広いよね。そして明日の楽しみに撮っとく。うん、撮っとこう。あっち側も多分散歩したら。うわ、すげえ。なんとこれ。こんな綺麗なことだ。ごめん。ごめんじゃねえよ。観光マップですね。ああ、結構でもいろいろあるんだね。結構あっちから入れてんだね。やっぱ水が綺麗だから。あ、ここ行きたい。あれ、これそこだ、ここだよ。え、大丈夫ここかい。いますよ。ちょっと虫がやっぱいるかな。あ、本当だ。網戸にした方がいいかもね。ね。これを薪田にします。今車の、電源からこのライトを取ってるんですけど、それを薪田バッテリーに切り替えます。で、これを切り替える。はい。お、今も牧田から行ってるから。はいはい。
だから電池が切れるまでつけれます。ああそうなんだ、うん、じゃあそれではですね、早速今回ご提供いただいたレノジーさんのポータブル電源ですね、はい、フェニックス線を使って料理をしようと思います、はい、でですね、今回このポータブル電源の詳細につきましては自宅の方から私の方が代わって説明しますので、まずそちらをどうぞ。はい、レノジーさんのポータブル電源フェニックス線紹介しようと思います。まずサイズを測りましょうか。まずこの横がだいたい外寸ですね、46センチ。深さが取っ手のところが一番高いんですけど約29センチ、取っ手のないところ、今この真ん中ら辺で26センチあります。あと奥行き、約27センチですね。で重さが 18.6 キロあります。まあいつも使ってるポータブル電源、まあ大型ポータブル電源ね、に比べるとやっぱり容量がちっちゃい分というか、まあ若干持ちやすい重さですね。でバッテリーはリン酸鉄リチウムイオンですね、今も主流のものです。安全性の高いもので、この、レノジーさんのフェニックス線に関しては EV 車ってあるよ、電気自動車に搭載されてるバッテリーマネジメントシステムが入ってて、なんかより安全なものになってます。 BMS ですね、俗に言うリン酸鉄リチウムイオンで安全だし、 EV 車レベルの安全性も持ち合わせてるよっていう感じですね。で充電サイクルは3000回、めちゃくちゃ持ちますね。まあリン酸鉄リチウムイオンのものは結構サイクル回数多いのがもう最近主流なんですけど、こちらももうね死ぬまで使えるレベルのものになります、はい、であとですね、iBoost 技術により定格 1500W まで使えて、サージ 3000W までの家電を動かすことができます。このポータブル電源の容量自体は998.4Wh ですね、まあ約1000あるので、まあ単純に1000W 消費する家電を1時間回せますよっていうものなんですけど、それに対してですね、まあ先ほど言ったように 1500W のモードも動かせるし、まあサージだ 3000W までの家電を動かすことができるということで、瞬間的に電流が上がるものも動かすことができます。であとね、このポータブル電源ね、もう1個あったら連結することができるんですよね。これすごいよね。だから最近あれだよね、家で使う蓄電池を想定してなのか、連結できるポータブル電源多いよね。だから家では蓄電池として使って、まあ持ち運べるっていう、災害時とか、まあ、アウトドアとかキャンプ魚釣りとかさ、まあ、うちらで言うと。はい、じゃあそれではですね、本体の正面の方紹介したいと思います。まずですね、このモニターLCD 液晶画面搭載ということで、ここの画面にですね、バッテリーの残量、これですね、あと入出力の電力量、ここですね、であと各機能のオンオフ状態、ここの下にいろいろアイコンが出るんですけど、あとですね、温度や電圧電流等に関する保護機能が作動した際には保護に準じたアイコンが表示されるため、即座にエラー解消に向けた行動を起こすことができますということで、エラー類もここで確認することができます。でちなみに、各種こうボタンがあるんですけど、こう押すとほらアイコンが増えたでしょう、こことかさ、ほらこれを押すことで、まあ、それぞれのねあれを電源を使うことができます。で長押しすると消えるんじゃなかったかな、ほら。でこれでまあオフ状態にできるっていう感じですね。あとここライトになります。でここをボタンを押すとこういう風に結構明るいよねこれね、明るい。であとね、スマホのアプリでここの起動を調整することができます。であとはまあ先ほど押したんですけど、ここ USB 系統のもの、こういう風に押すと使用できます。でここはねシガーソケット、はい。で次はこっちの AC コンセント、まあ普通のいろいろ家電をね使うためにここに差し込んで使うことができます。で今これがですね、レノジーさんのアプリになるんですけど、これこっち側は今車のね走行充電器の Bluetooth を拾ってます。今つながってるんだよね。でそしてこっちがフェニックスになるんですけど、Bluetooth でつながってます。でこちらのですねフェニックスの方を押すとこのように表示されるんですけど、ここがね本体の温度になると思います。うん、今の現在のね。でこのライトとかもほらここでつけたりできて、
で先ほどあの使用する場合にはここのボタンを押してねって言ったんですけど、これもあちょっと声した方がいいね、うん、ここを押すとね、あ本当だ、うん、ここでオンオフできます。あそうなんだ、そうそうそう、だから車中泊とかあのバッテリーが離れた場所とか、うん、ベッドの下とかある場合は、まあ、こういうのでこのオンオフすると、うん、まあ楽ですね、うん、ほら全部つきます。まあ残量も確認できるから、いいね、うん、これはかなり使い勝手がいいと思います。はい、こちらがですね本体左側面 の、 あの入力系統になるんですけど、まあ、順番にこれが並列用コンセントで、これが、DC 入力ポートで、こちらが AC インレットで、これがあの過保護、違った、過保護、過保護は俺か過負荷保護装置、こちらがですね過負荷保護装置になります。で、ね、これついてるの結構ポイント高くて、何かっていうとですね、充電電流が AC インレットの定格電流を超えると過負荷保護装置のボタンが自動的に飛び出して、まあ、充電が停止しますと、うん、だからまあ この電源を守るためになんか瞬間的にさ、まあ、雷とかかな、まあ、わかんないんだけど、ピッてこう電源が多くなるとこれがパシンと出て電流をもう遮断しますよみたいな感じですね。でもこれ安心だよね。はい、でこちらがあのポータブル電源についている付属品になります。では中身紹介しますね、はい、でこちらがケーブル3本ですね、入ってます。で順番にこれがあの家のコンセントから取るものです、うん、でこれが多分まあメインでよく使うものになると思います、うん、でお次がこれになります。これはあのシガーソケットからですね、だ車に乗せた状態で、まあ、走行しながら充電するものになるんですけど、ほら黄色になってるでしょ、うん、だからさっきの入力側の黄色にさせばいいです、うん、はい、で最後のこれがソーラーパネル用のですね、うん、充電ケーブルになります。でこっちは MC4 コネクタでこちらが、まあ、先ほど の、 あのシガーソケットと同じ黄色端子になってます。でこれもあのソーラーパネルにカチカチってするだけだから、まあ、すごく簡単に充電することができます、はい、でここにここ見えてる、うん、でこのようにあの取っ手があるんですけど、簡単にね、うん、持ち運ぶことができます。それがまあ持ちやすいよね。すごい、これは持ちやすい、うん、でここの上がですね、まあ、フェニックス線という刻印があるんですけど、フラットになってるから結構いろんなもの載せれるんですよね、うん、こういうほらスマホをパッて置いたりとかさ、うん、まあ、ここに置くだけ充電とかっても、まあ、便利かもしれないけどね、うん、でもうちらで言えば、うん、こういうカメラの蓋とか、うん、ここに置いとくと、うん、いつもあれどこやったっけってならないからいいかなと思う、なんだよね、こういうまあちっちゃいものですね、まごましたものが載せられるっていうのは、そうそう、まあスマホなんかもさ実際こう充電するわけじゃん、うん、なんかここにケーブルを挿してからここにこう載せれるからさ、だから寝る時とかね、そうそうそう、いいよね、うん、はい、でちなみにですね、あの今日は夕方にあの家を出発してポータブル冷蔵庫ですね、あの積んできたんですけど、いつも使ってるやつ、はい、3時からここにですね挿して、うん、で今あの9時なんですけど、はい、9時の時点で 69%、うんうん、69% さっきまで 70% だったけどね、うん、満タンから使ってるんで 100% の状態から使って 30% ぐらいしか減ってないっていう感じですね、はい、うん、まあ、ポータブル冷蔵庫も消費電力はそんなないので、うん、まあ、冷蔵庫と炊飯ジャーとか、うん、そんな感じだったら、まあ、全然持つような感じですね。はい。こじんまりと。そんなところにいるの。ここから、って開く。それで今ついてるでしょ、うん、ついてる、ここに刺します。あ、ついたついた、こっちもついた。お、ちょっと落ちたね。やっぱこう加熱するときとしないときとこう波があるんだね。あ、この棚はいいよね。ついた。今日の夜ご飯は銀だらラーメンにしました。
ほら、あ、ほんとだ。おうぼうおうぼう言い出したと思ったら、すごい本気だった。現在、あ、58%。うん。10% 減ったんだよね、約。おかゆだな。あ、ちょっとおかゆになったね、やっぱ。水入れすぎた。入れすぎたよね。あ、めっちゃおかゆ。じゃあ夜ご飯できましたので、いただきたいと思います。はい、乾杯。スーパードライいただきます。乾杯。乾杯。うん、まちょっとだけ残ったうどんの汁にご飯を入れます。ほら、めっちゃやわいでしょ。うん、まあ、でも350ml ぐらい入れた、この空き缶ぐらい。え、これ関係ないの。じゃあ 350ml 内線って書いてあるよ、かっこ内線って。これも線になるんじゃないの。線が2つある。本当だ、分からん。もういいよ。でも 何もかも失敗だ。うん、よく失敗するよね。ふーんって何それ、ふーんって。本当によく失敗するよね。何なのかね。え、何なの。喧嘩したいの今ここで。いや、喧嘩しますか。そういうわけじゃないんだけど、ね、喧嘩しますか。喧嘩は打ってないよ。打ってるよね。それでよく失敗するよねって言っただけ。それ喧嘩打ってんじゃなくて。うん、打ってる打ってる、全然打ってない。あ、そうなの。うん、今53%だね。それではいろいろ充電していきます。まずはスマホね。これを刺します。ここ入れた、こうね、ここを押すね。今充電されました。GoPro の電池、ただいまの消費電力が見えるかな、17W。うん、なんか寝る前で 53%、うん、今の消費電力だと13時間は持ちますよっていう感じですね。はい、 OK です。じゃあこれで寝ましょう。着替えてもないし。あっ、そうか。何の嫌がらせ。チカ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 。軽っ。なんじゃこれ。はい、昨夜ですね、いろいろ充電して一晩中で 44% 残ってます。まだ結構残ってるね、うん、なんだかんだで残ってる。まあ、昨日の3時頃から使い始めて、まあ、44% ということでですね、今からソーラーパネルを使って充電しようと思います。はい。まあ、すっごい天気がいいから、多分めちゃくちゃ充電されるはずです。うん、何パーまでいくかね。200ワットのソーラーパネルなんで、ここでゆっくりしてる間、充電ね、それなりにできたらいいなという感じかな。うんうん。それではこちらがですね、エノジーさんのソーラーパネルになります。しっかりしてるでしょ。可愛らしい。よいしょ。はい、で使用するケーブルはソーラー用のこちらですね。でプラスはプラス A、 ここにね、カチッと、マイナスはマイナス A、
カチッと、あ、マイナスから繋がないといけないんだった。はい、はい、ここインプットね、うん、ほらインプット、これ今80、95、どんどん上がっていってる。106。お、いいね、いいね。あ、ここが光り出したね。だってもう空にがっつり火が当たってるもんね。うん、ちょっと今影になってるから、もうちょっとこうやって私ね。そう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 。どうですか。あ、ほら、166W になった。上がった。ちょっと角度を変えたら。どこで？シュガーラスク。え、あとでまたラーメン屋さん行くの？ここ、うん。本当はその徳田っていうところに行きたいんだけど、うん、あっち方面に帰るか今ちょっと迷ってるから、あ、霧島方面からも帰るか、うん、アイラの方を通って帰るかで全然食べる場所が変わってくる。うん。で、1時間半充電して 67% になりました。最初 44% だったっけ？220W のソーラーパネルで本当に2時間してないのに結構充電されたね、うん、すごいね、うん、本当に透明度が、透明度が半端ないよね。見えてる。あ、ここに魚がいっぱいいるよ。そうですね。あ、本当だ。あ、イカがいる。え、嘘でしょ。ほら、あそこ、あそこ。え、どこ？あそこ。どこ？ほら、あそこよ。水は。でも、こういう時にイカいるんじゃないの？奥もいるじゃん。で、この空いたところらへんにエギを落とすと来るんだよ、イカが。でしょ？そうそう。だから、春先は、あの、この藻が出てくるから、うん、まあ、これ同じもんじゃないんだけど、ホンダアラとかっていうさ、いう周りがよく釣れるから、あの、モイカとかって言ったりもするんだってね。水イカって。わ、めっちゃ見てる。ほら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 。めっちゃ見てる。ほら。クマバチ捕らえてるよ、俺。クマバチは温厚なんだよ。あ、そうなの？うん。さっきですね、声をかけてくださったお兄さんに、あの、桜が有名なところがありますよっていう、ここから30分ぐらい行った、多田元公園？だよだよ。ここから23分。あ、一旦そっちを見てから帰ろうかなと思います。はい。今日は4月3日月曜日です。インゲン豆の日です。あー、綺麗。ありがとうございました。すっごい綺麗だね。こっちの方は見なかったな、うん、めちゃくちゃ満開じゃん。ねえ、桜が待ってるよ、ほら。なんかあのゲームのキャラクターが技出した時みたいで、キラ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 って。うん。レッドさんあるよ。あ、本当だ。めっちゃ綺麗じゃん。あ、かわいい。キッチンカーで買って食べる。バーガーもあるやん。すごい、キッチンカー私初めてかも。うん、ねえ。でもラーメンは食べたいっていうのはあるんだよね。なのよね。悩むね。ラーメン食べたいんですよね。キッチンカーで買ってしまうとお腹いっぱいになるもんな。なるね。まあ、食べれてもクレープまでかな。だよね。はい、ありがとうございます。キッチンカーでいろんなところに行くんですか？あ、そうです。カレンダーが出てきました。あ、そうなんですね。すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。美味しい、美味しい。ボリュームがすごい。生クリームがそんな甘ったるくなくて、そんなに向かってこない気がする。甘ったるいって言うの鹿児島弁だよね。
え、そうなの？甘ったるいって言う？甘さを超えて甘みって甘ったるいちゃうの？そこも純粋に甘すぎるっていうね。わかんないよね。私境界線がよくわかんない。鹿児島弁なのか。なんなの？ここでね、あの集合写真を撮るんだ。うわー、すごい、本当だ。出る出る。下行きたい。下行こう。じゃあ見ますよ。せーの、どうぞ。すごい。これは絶景だな。すごいね。うん。ここは来たかったんだよね。まあ、これが海だったらあそこに平鈴木がいるよ。水路だよ。あ、ここ通りたかったな。じゃあ行く？ここ戻ろうよ。え、そっち行けばいいじゃん。私こっち行くから。なんかやりたいことが渋滞してるよ。そうなんだ、うん、やっぱここがいいんだよ。ああ、これにね、うん、そうそうそう、動くからさ、ほら、戻っちゃう。ラーメン、ああ、力美味しそう。何分？あ、12分じゃん。そっち行こう。そっち行ってみる。うん、力なのか力なのかわかんないけど美味しそう。じゃあナビしてね。うん、ここへ向かいます。ほら、ハニクヤチャームさん。あ、これもチャーシューメニューじゃん。塩ってどう？いや、わかんない。あんま食べたことないよね。はい、かわいいね。いただきます。はい、すごいね、大盛り。ほんと大盛りだね。ね、ほんと大盛り。あ、麺太。あ、美味しい。美味しい。うん、ピリ辛味噌の大盛りです。うん、美味しい。買った。また2玉分買ったよね。あ、Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive.